今回は僕が紹介したい漫画は寄生獣と言います、こういう漫画ですね。これは本当に完成度の高い名作だって言い切れる本当に数少ない作品なんですね。寄生体であるその新一が死んだら自分も死ぬからっていう理由でいろいろ新一の協力をするわけなんです。途方もない恐怖との戦いなんですよ。でその勝敗を決めるスポーツっていうのを突き詰めれば孤独と恐怖との戦いなんじゃないかと思うんで、どんなに優れた選手であっても所詮彼らも同じ人間の親から生まれた自分たちと同じ弱さを合わせ持つ人たちなんだ。立ち向かうときにぜひぜひ一読をお勧めしたいっていうのがこの寄生獣です。高校の山田先生によるプレゼン、これから参りたいと思います。それでは同じく制限時間は5分となっております。それでは用意スタート。はい、ですね、お前はサッカー選手にどんな漫画を教えたいか、読んでもらいたいかって言われて、まあマニアックなのいっぱいあるんですけど、これ選びたくなかったんですけど、売れてるからこの漫画しかも史上最高クラスに売れてる進撃の巨人っていう漫画があって、でこれ最近完結したんです。だからまあ最後で見れるし、あと、売れてて嫌なんですけど抜群の完成度なんですよ。で何しろ熱いんですよ。でこの熱さって今のその若手 J リーガー Z 世代じゃないですか。だから彼ら多分その怒ることとかを内に秘めていい子たちばかりになってるんですけど、この進撃の巨人の核になってるのは上の世代のせいで俺たちこんな地獄になっちゃったんだっていう老害に対する怒りなんですよつまり先輩たちがちゃんとしてくんないから俺たちこうじゃないですかっていう気持ちを普段選手は抑えてるはずなんですよ。いや俺はそこは進撃の巨人一発決めてもらってね、それでちょっと老眼に対する怒りでプレーに入ってくれ、まあ、ガンガン削ってってほしいとなんならもうガッツンとみたいになってほしいと僕はちょっと思うわけなんですよね。それで、進撃の巨人ちょっと選ばせていただいたって言って、それだけじゃなくてですね、まずねこの進撃の巨人、先ほどの寄生獣と同じようにダークファンタジーの名作なんですけど、その世界観がまず電気がない村の世界なんですよ。でだからいつなんだこれはどこなんだっていうと、だんだんここが日本のことを言ってんだってことが分かってくるっていう話なんで、その、村は3つの壁に覆われている、完全なディフェンスラインが3つこうあってですね入れない。ところが物語の序盤で一番外側の壁がですねディフェンス崩されるわけですよ。これやっぱサッカー選手としてこれやばいじゃないですか。しかも 50m の巨人がやってきちゃうんです。入ってきちゃうんですよ。でそれで、中に入ってこられちゃった敵をどうすんだってことは、これはイタリア式サッカーですか、はい、ディフェンスから考えるということでとりあえず入ってきた。そしてそれをでみんな食われちゃうわけですね。それにでところが主人公の一人がお母さん食べられちゃうところで始まるんですけど、途中でですね本人も巨人になってしまうんです。でこれは、サッカーの世界でよくあると思うんですよね。俺大したことないなと思ったら俺巨人じゃねえかってある時才能に目覚めておい 50m のディフェンダーいけんじゃねってなる瞬間みたいな。でこれがですねこの物語の中で巨人になれるやつが何人か出てくるんですよ。これはチームの中で誰を巨人にするか、俺は犠牲になる、お前が巨人になっていけ、でこれもチーム作りでめっちゃ大事だと思うんですけど、何しろでかい巨人が入ってきてどう倒すかって時にチームで戦うんですよ。でめっちゃちっちゃいですからね巨人に対して。でこれが、なんか電気もない中で必死に戦うんですけど、どう戦うかというとフォーメーションなんです。巨人の首の裏を刺すと殺すことができるんで、どうやるかさ、俺がおとりになるからお前裏に回れ、サッカーですおとりですよ。でチーム戦ですよ。でっていうのが、まあ、すごくこう、まあ、僕の中であって、で、で途中からやばいなこれちょっと大事なことなんで確認していいですか。俺言い忘れたら多分後悔するんだまだ時間あります。まだ、はい、ありますか。はいはいはい、あと1分ぐらいあります。はいはいはい、あそう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 、1個はですね外から来た巨人が実は
我々と同じ人間だったってことに気がつくっていう展開になってくるんです。で、外の世界、つまり、まあ、ディフェンスの向こう側にいるやつ、向こうのベンチが分かってくる。で、向こうのやつが自分のチームに入ってたってことが分かってくるわけですよね。で、これで相手チームも自分と同じ人間だっていうことがだんだん分かってくるということなので、敵を知るっていう、そういう後半戦になってくるんで、サッカーにおいてもものすごく大事なのは、俺たちがどうしたいかじゃなくて、向こうがどうだからこう出るかっていう話になるんで、進撃の巨人ものすごくその辺ちゃんとやってるっていうのがあるんです。あとですね、大事なのが主人公の巨人になったやつ、こいつ途中からスタンドプレーに入りますで、このスタンドプレイヤーがいるおかげで起こるファンタジストもあるし、やつを生かすために周りはどうしなきゃいけないかっていうのもあるし、スタンドプレイはどれくらい抑えなきゃいけないのかってある。これ死ぬよ。あでも伊佐山この熱量なんで、伊佐山ちょっとだけアディショナルタイムいいですか。あ、いいですよ、はい、いいですよ、はい、続けてお願いします。だから、まあ、その、最後に、スタンドプレーに入るやつをいかにどうするかっていうのが最後、後半の3、4巻ぐらいのところで、はい、語られることなんですけど、サッカーって個人の力も大事なんだよっていうのがすごくあるんですよね。で、いながらチームだっていうことなんで、進撃の巨人全部読んでもらって、学んでもらいたいと思う。優勝してほしいです。はい、優勝してほしい。いやー、プレゼンありがとうございました。ありがとうございました。まずこの山田先生がすごくサッカーお詳しいんじゃないかと。大好きですよ。あ、大好き。はいはい、いろんなターンで、いろんな選手に取材に行ってるんですよ、僕。そうなんですね。はいはいはい。じゃあ、まあ、そこで得たエピソードだったり。そうですね、うん、岡野さんとか中村俊輔さんとか濃いところに、若い子すっげえ濃い人に会いに行かせてもらってるんで、はい、あの時期からずっと見てるんで、はいはい。そうだったんですね、はい。さあ、ということでかなり熱のこもったプレゼンを、うん、この距離でね、聞けたということで、奈緒さん、いかがでした、このプレゼン。いや、僕は老害だと思わないんですけど。まずね。俺もね、思いたくないんです。はい、そういうふうに、はい。同じなんですよ。はい、やっぱバブリーな、さっきもちょっと、そうですね。というか、はい、話してる時にしてたんですけど、そうですね。先輩たち、それこそ岡田さんとか、はい、ジョーさんとか、そうですね。ああいう濃い人たちがいて、はい、華やかな世界があって。はい、まあ、そこも大事だけど、もっと大事なことをしっかりとやっていこうみたいな、足元を見ようみたいな世代なんですよ。はい、あ、大変だったですね。お疲れ様でした。谷間の世代って言われたんですけど、はいはいはい、でも先輩たちがいてくれたおかげ で、ね、なんかこれやろうっていうふうな気持ちもなったし、負けたくねえって思ったし、はいはい、個人的な思いも含めてですけど、はい、そこから今のお話だとこうなんかチームプレーとか、そうですね、なんかこう個人だけじゃなくてチームとのバランスとか、うん、そういうパワーバランスも含めたなんか話を聞けたので、うん、なんかイメージがしやすかったですよ、はい、サッカーっていうところに。あ、そうですね、いやいや、すごいなんか読んでみたくなりましたね。あ、ね、ぜひ読んでほしいです。はい、さあ、では湯本さんは何を感じられましたか。すげえ感じましたよ、いろんなこと。まあ、そもそも進撃とフットボール一緒になるか想像がなかったから、か最初先生何言ってるのかなと思ってたんですよ。ところが聞いていると、まず壁っていうのは、まあ、説明されましたけど、うん、僕はちょっと違う見方したのは、日本って島国じゃないですか、はい、でこう海が壁とするならば、外国と考えるときに、なんかこうよくあるじゃないですか、その海外の選手がその日本のフットボールとヨーロッパのフットボールのところが南米と違うって、なんかまさにこう壁っていう話もあるのかなとか、そこから壁を越えていってヨーロッパになる、で彼らが日本に来て変わるって、その話も多分リンクすると思うし、だから中でのそういうコンビネーションとかもそうだし、あ、なんかすごい今の共通項、うん、でその Z 世代に対するその怒り、人間なんで感情あると思うんですよね、うん、でそれが何らかの代謝なのか、こう閉じてるのか分かんないんですけど、でもその怒りって全て悪いわけじゃなくて、それがエネルギーに変わることいっぱいあるじゃないですか、それがあるエネルギーを伝えてくれたってことは、なんかこう、あ、僕らとしても熱い世代なんですごくシンクロするんですけど、でもそれも今の若い選手たちに伝わると思うし、そこからこう学ぶこと、得ることってすごいあるなと。あと先ほどの話とも共通するっていうのは、やっぱりそのみんなでこう助け合う、まあ、強制だったりとか規制だったりっていうところも共通する話なので、だからフットボールっていう話も共通するし、漫画とフットボールも共通するしっていうふうに思い聞きながら思って、すごい楽しかったです。衝撃がプレゼンでした。そうですね、まさか
進撃の巨人とサッカーでリンクすることがあるんだって、はい、誰しも考えたことなかったと思うんですけど、うちでは言われてたんですよ、でかい平山壮太って前田良一ってのがいて、はいはいはい、よく進撃の巨人って僕も見たことなかったんで、はい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 、なんでそんなこと言ってるのかなと思ったんですよ、はいはいはい、そういうキャラクターいますね、似てるキャラクターいます、大型巨人とかね、そうですそうです、大型巨人、超大型巨人ですね、はい、でもそんないろんな巨人がいる中で、うん、こう山田先生お気に入りの巨人もいたりするんですか、うん、あキャラクターとかデザインとか含めて結構フォルムすごいじゃないですか、うん、巨人そうですね、あの巨人の中で無垢の巨人って言って何も考えられない巨人が出てくるんですよでアホみたいなんですよずっと でそれが実はアホみたいになっちゃった日本人のことを言ってるんですよ実はでそれは何でか誰のせいなのかっていうところまで踏み込んでるんですよっていうことなので、ムックの巨人はちょっとほっとけないです。おムックの巨人は平山壮太ですかね。じゃあ言われてるから。大丈夫ですか。もう言われてんだから。壮太、壮太めっちゃいじられてる。平山さん大丈夫ですか。壮太、話すと思うよね。周りも多分そうだって。アホみたいだけどほっとけない存在みたいな。あそういうキャラクターだったサポーターの間では。いないとこでいないとこでいないとこでめちゃくちゃいじられてるこの辺で写真出してほしいですね、はい、いやーでも素晴らしいプレゼンでしたということでここでも質問とかありますか一旦感動しちゃってお感動おこのありがとう進撃がフットボールっていうもうすごい衝撃です、うん、衝撃ですよねこれ本当若い世代の選手たちにもぜひ読んでほしい作品だなって思います確かね、レアンドロ選手とか外国人選手にもすごい人気だったはずなんですよね。なんか読んでるっていうのを見たことがある、はい、うん、無国籍なんでね、特許が雰囲気が、はい、海外でもすごい人気ですもんねそうですね、名前も日本人じゃないですからね、みんなね出てくる人たちあ確かに何人っていう名前のばっかりそうです、そうです、本当に世界中で人気の作品となっております、はいはい、さあ、ということで山田先生プレゼンありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたさあということで山田先生のプレゼンお聞きになって北川先生はやっぱ圧倒的ですねあのなんて言うんでしょうねその内容云々の前にやっぱり人を楽しませる話術の巧みさがもう僕とは断然違ういやまたね違うこう熱量アプローチだったと思うんですけど、はい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 、お二人でこう漫画について語る時もあれぐらいのテンションなんですかどうだろうそうか同じぐらいかな大世代も一緒だしみたいなことをずっとやってきたよね辛い漫画を描きながら毎週締め切りに追われながらやってきましたからそうですね似てますよ毎週ですもんね毎週ですよおかしいですよ、はい、だってまあサッカー選手はやっぱりこう体力ガンガン使ってもう動いて動いてじゃないですかもう机の上で漫画も体力なんですよ、実はだから体力筋トレして100キロぐらい上げますから普通にすごい体力必要ですよねそうですということでお二人のプレゼンいただきましたけれども今から判定タイムに入りたいと思いますでは判定員のお二人どちらのプレゼンが良かったかもう心は決まりましたか、はい、まだ悩んでます、はい、はい。では決まったとのことなので判定に参りますでは挙手でお願いいたしますまずは北川先生のプレゼンが良かったと思う人、うん、では山田先生のプレゼンが良かったと思う人お2票ということで山田先生に2票おめでとうございますありがとうございますありがとうございます伊勢山の力ですけどね伊勢山初めの力なんですけどプレゼン対決ですのでありがとうございます、はいはい、よかったな伊勢山読みたいってさ伊勢山先生と交流は全然ないです、あるみたいな言い方いやもうファミリーですから漫画家はそうですよ、ね、守っていかないと上が、はい、サッカーと一緒ですよ一緒です難しいのが、うん、個人的には、最初の方がいいなと思ってたんですけど、はい、人間の弱さだとか儚さとか、そういうこう一人じゃ生きていけないとか苦しみとかあるじゃないですかそれを感じたんですねでもプレゼンっていう意味ではやっぱり熱量だったりとか、うん、あともう一つのメッセージの若い世代に対するメッセージっていう意味ではあの後の方をすごく感じたので、うん、なんか家元正明本人としては前者なんだけどプレゼンターとしてのメッセージ性とかを考えるときにはやっぱ後者かなってそういう感じですかねさすが基準がめちゃくちゃこっきりしてるすごい今回プレゼンデータとして来てるので、はい、個人よりかはそういう
仕事としてっていう、はい、さすがの判定です、ありがとうございます。さあ、ナモさんは。いや、もうそのままじゃないですか。で、僕自身もやっぱりそのお二人の熱量非常に感じましたし、まあ、あとはその中でこう自分が共感するところと、あとは一つ山田先生のお話の中にあったその次の世代、で自分もやっぱりこう今クラブで自分がこうチャレンジをし続けてて、その伝統が受け継がれててほしいですし、そこにブラッシュアップしてほしいんですよ。で、僕の中で一番やっぱりこのクラブで人とするのは熱量だと思うんですね。で、このクラブを強くしたいとか、自分がその中で良くなっていきたい、もちろんいろんなビジョンありますけど、クラブとして自分がここにいてこの熱量を発信し続けて、いろんな人にこう勇気を与えたりとか希望を与えたりとかできるのが選手なので、その熱量を発し続けてほしいんですよね。で、その熱量ってやっぱり今の世代であまりくくりたくはないですけど、やっぱ見づらい状況になっているので、もっと自分出して、もっとさらけ出して、でそこに助ける仲間がいてっていう、こう関係を築いてほしいなっていう願いも含めて、ね、はい、山田先生のお話で、ありがとうございます、はい、ちょっと手を挙げさせていただきました。はい、では山田先生がご紹介してくださいました進撃の巨人と、北川先生がご紹介してくださいました寄生獣はめちゃコミックで読むことができます。今日のプレゼンを聞いて読みたいと思った方はぜひめちゃコミックをご利用ください。さあ、ということで、もう私もこのお二人のプレゼン目の前にして今すぐにでも読みたくなりました。嬉しいな。はい、なのできっとね、視聴者の方 もうすぐにダウンロードしていろいろウェブでね読みたくなったと思いますので、ぜひチェックしてみてください。では改めてこう山田先生、北川先生、今回の企画やってみていかがでしたか？個人的にサッカー大好きなんでちょっとでも役に立てたら嬉しいなと思って、こういう場がねあってよかったなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、北川先生は、僕も一応スポーツやってた人間なので、ね、まあ、一応そういうこう、ね、うん、あの内面的なメンタルの部分では非常に共感しやすいので、うん、あのまたね、こういうところでなんか漫画を紹介できるのもなんか楽しいなと思いました。うん、はい、本当にもう素敵なイラストも見せていただいてありがとうございました。こんなもんじゃないですよまだ本気出してないですよ。ぜひ本気、恐ろしいですよ、本気出したら。すご、本当にすごそう。はい、ということでお二人ありがとうございました。判定員のお二人もありがとうございました。さあ、ということで、今回は石川さん、江本さん、そして山田先生、北川先生、本日はありがとうございました。以上、Jリーガーが読むべきおすすめ漫画プレゼンバトルでした。